山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。能美市四股町ウェルネスハウスサライ支配人本田博人さんにお話を伺いました。博人さんは3歳から水泳、中学高校では水球をやっていました。高校3年の時に旅行に行った時の宿泊先のホテルのベルマンがかっこよくて、ホテルマンになろうと思いました。金沢国際専門学校に進学、2年後に金沢国際ホテルの面接を受けに行き、120名の中から7名の合格者の一人に選ばれました。オープン当初のイタリア料理の担当になってからは、レシピを把握するために材料を調べ、実際に料理を出汁から作っていくうちに接客の仕事が大好きになりました。ロビーラウンジ、バイキングレストラン、ビアガーデンの店長を任されました。そして次のステージはホテル日光金沢、ブライダルマネージャーとして幸せのサービスを信頼してお任せいただけるように努めました。26歳で結婚して2人の男の子が生まれました。人生の設計プランで40歳で能美市で仕事ができたらいいなと考えていました。魚釣りが大好きな博人さん、釣りのブログを書いて北陸で2位になり、 SNS で人脈を広げようとしたらコメントが来ました。ウェルネスハウスサライでリプレイから始めて作り上げる仕事があります、やってみませんかと書かれていました。現在は支配人としてスタッフとともに活気のあふれる運営をしています。2024年日本の10の宿小宿部門に選ばれました。釣った魚を料理して白山の頂で食べたら美味しいだろうなと思い、やってみたらこれがうまい、そしてバイクで白山のふもとまで風を切って走る。サライは複合施設、九谷焼の作家さんがプロデュースしたお部屋で泊まったり、お風呂にカフェ、研修する場所として体を動かすプログラムもあります。能美市四股町ウェルネスハウスサライにくつろぎに行きたいですね。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。